伏していた小さなこと、テスト前にノートを貸してくれと言われて、抜け駆けだとみんなに責められた日もあるわ。ただのクラスメイトなのに、失う時初めて眩しかった時を知るの。桜が枝に咲く頃は違う世界で、一人ぼっち一人ぼっち。